ニハオウォッシージャンナイツこんにちは、私はかなこですって言った。今もう一回言って。ニハオウォッシージャンナイツ。あ、どうもニハオニハオ。先日台湾に行ってきました。もう皆さん台湾の方の動画は見てくださいましたか？たくさんアップしたので、ぜひまだっていう方は見てください。今回は食べ物のお土産を紹介したいと思います。まずはコンビニで買ったものなんですけど、コンビニって結構お土産スポットやなって思ってて、なんかワンコーナーに旅行に来た人向けのコーナーみたいなのがあって、そこでちょっといろいろ見てきました。これドライマンゴーと干し梅みたいなやつ。これさ、なんかいろいろ種類あってんやんか。酸っぱい梅干しの方のやつもあったしみたいな。種なしもあってんけど、これ種ありって書いてるような。種ありやんな、これ。これってほんまに間違ってるやつかな、それとも種ありでほんまに合ってんのかな。追求したくない、なんかなんかな、やめとこか。マンゴーって有名やんか、マンゴーのかき氷とかもあるから、これはまあ買おうかなと思ってたけど、この梅のやつ、私梅も大好きやから買おうと思って。なんかこの甘い方は種なしがなかったから、種あいにしました。見てこれ、ベビースターやねんけど、タピオカ味やねん。このタピオカでもワンゾーって書いてるところのタピオカ屋さんのベビースターラーメン。なんかすごないこれ。産地台湾って書いてるわ。食べてみよう。気になってんな、これ。なんかタピオカの黒糖って感じの匂いじゃない。なんかドーナツみたいな匂いする。こんなベビースターってこんな長かったっけ。タピオカや。黒糖ミルクティーのタピオカの味がめっちゃする、食べたら。うん、美味しい美味しい。全然甘ったるくない。そこまで食べてみて。うまや、ね、美味しいな。ちょっと実験のつもりで買ったけど、ちょっとこれ想像以上に美味しかったわ。ぜひ皆さんもこのベビースターのタピオカ味見つけたら買ってみてください。そして次、これ台湾でめっちゃ有名なおつまみ、名前はペーハイって言うんですけど、タラのすり身を使ったおつまみなんですけど、皆さん想像しやすいのはあのチータラあるやん、チータラの外側だけっていう感じのおつまみ。これはこっちが普通バージョンで、こっちがちょっと辛い方。はいはい、どうぞ。それオーブントースターでチンしたら美味しいね。あ、そうなん、うん、え、美味しそう。ビールやな、これは。完全にビール買ってちょっといっぱいしたいと思います。こうやってね、コンビニでお土産が手軽に買えるから、わざわざ大きいショップとかにも行かなくても、いっぱいもう大量にコンビニはあるので、ぜひ皆さんコンビニでもねお土産買ってみてください。次、台湾ってすごいウーロン茶が有名じゃないですか。でも紅茶もめっちゃ有名なんです。じゃーん、紅茶2つも買ってきたよ。台湾紅茶っていう方で、こっちはアッサムティーって聞いたことない。こっちさ、ゴン茶のミルクティーのあの味、タピオカのゴン茶、これにミルク入れたら手軽にミルクティーも飲めるし、台湾のな、こういう売られてるお茶って見る？こうやって入ってんねやんか、お茶っ葉が。ティーパック買ってきて、その中に入れて煮出さなあかんねんけど、台湾産のお茶って結構貴重らしくって、現地にいたガイドさんに聞いたら、安いお茶、台湾でも安いお茶買ったら、台湾のお茶っ葉に別の国のお茶っ葉とか混ぜてかさ増ししてたりする、悪い人がいるらしい。ちょい悪、ちょい悪がいるらしいから、せっかくさ台湾に行ったんやから純台湾のお茶が欲しいやんか。だから少々お値段は張るけど、ぜひ皆さんもお茶買ってみてください。で、紅茶だけじゃなくって、これはもうさ完全に観光客向けやねんけど、これ2種類お茶の種類があって、私は東方美人茶っていう方にしたんですけど、このお茶のティーパックが魚の形なんですよ。写真こちらです。
激カワでしょ、やばない。お茶屋の人にさ、うん、可愛いでしょって言われてさ、うん、東方美人ってあなたみたいなお茶って言われたから買ってたやん。言わんとってや、そういうの単純やねすぐ嬉しなっちゃうね。すぐ買っとったやん。あなたって B って取った台湾といえばタピオカ。よいしょ、見てタピオカだけ。こっちはこっちはタピオカプラスミルクティーも入ってんねん。これはめっちゃ安かってんな、現地で。だからなんかそれもガイドさんに安いから買った方がいいよって言われて買ってん。30分煮てまた30分煮込まなあかんから計60分かかんねんけど、後ろに日本語の説明書が書いてるんですよ。ありがたくない？日本人に優しいなと思って。あと日本人がめっちゃ買うんやろな。こっちはタピオカが大量に入ってる。これはミルクティーの粉で、これもさ後ろに日本語の説明書が書いてるから困らへん。タピオカのお店開こうかな。バイト手伝おうか。いいよ全然。ちょっと時給の相談とかもろもろじゃ後ほどさして、うん、後でやろうやろうか私めちゃめちゃラーメンが好きなんですよ。だから見て、カップ麺買って帰ってきちゃった。どっちも人気らしいんですけど、こっちは一時期売れすぎてもう品切れやったらしいです。どこももう手に入れるのめっちゃ大変やったっていう情報が入りました。でこっちはまあ見た目美味しそうやし、現地でニューローメン食べたら美味しかったから、それこのネギのニューローメン買いました。これさ現地で夜中の1時半とかに食べたんだっけラーメン、うん、めっちゃ美味しかったんですよ。やっぱりもうめちゃめちゃ人気なだけあると思って、だから袋麺も買っちゃったこっちでも食べたかったし、でも量食べたいってなると8分やったらちょっと荷物かさばるなと思って袋麺も買った。ほんまに美味しかった。お腹空いてるから今食べていい？いいよ。ほんまに？うん、いいよ。え、てかどっちも食べていい？今からラーメン食べます。食べすぎてちょっと私の独自の作り方でもいい？まず開けるやん。上のお肉とか入ってるやつで、料理酒。料理酒？お酒が入ってんねん。これと、調味粉。調理粉。粉？入ってて、まずこれとこれを入れます。結構麺細めやで。入れます。線までお湯を入れる。溶かす感じで入れるの。こうやって回しながらな。やばい匂いじゃない？うん。締めて、ここでポイント。このお肉たちをこの上に置いとくね。じゃあ温まる。これで3分待ちます。お腹減った。買った？カチカチやまだ。でもこれ説明書きのところがもちろん当たり前なんですけど、台湾のカップラーメンやから台湾語で書いてるんですよ。ネットで調べたらね結構書いてるから、もしカップ麺とか買って作り方わからんとかやったらネットで調べた方がいいかもしれない。3分経ちました。これを下ろして、てか杏仁豆腐の上に乗ってるやつあるやん。今さら気づいたけど、台湾のコンビニでもらったお箸です。食べるわ。台湾気分を味わうためにね。でまずほぐす。これを上に乗っける。見てよ、わかる？あ、ほらお肉、鶏肉で一番最後なんですけど、これもポイントなんですけど、料理酒みたいな。これは私ちょっと入れるだけの方が好きでした。これこれこれぐらい入れて完成。見て、激美味しそうじゃない？結構細麺。いただきます。うん、マジ美味しいねんけど。これは何ラーメンになるの？醤油ラーメン？何なんやろな。うん、台湾独特の個性もない。もうお肉が美味しいね。ほんでうん、スープはどちらかというとあっさりめ。
全然コテコテしてない、すっきりする感じのスープ。はあ、美味しかった。完食。もう一個食べていい？いいよ。あとこれ食べます。牛肉麺初めて食べます。で、さっき調べたら、まずこの牛肉とさっきとよう似たやつ、こうなん平たい麺や、平たい麺やけど細麺。まず粉と、すごい濃いな、ね、調味油袋。うん、いい匂いする、めっちゃ。あ、麻婆豆腐や。あ、こっちはちょっと台湾っぽい、あのニューローメンみたいな感じの匂いするな。OK、入れて温めとくように置いとく、これを。で、3分待ちます。できた。日本のラーメンとの違いって何？付属品がちょっと豪華お肉とかちゃんと入ってるから豪華やなって思う。火薬で片付けられてるもんな。うん、お肉とかもそれこそさ、うん、火薬で片付けられてるやん、うん、で、お湯でふやかしてみたいな感じやけど、これはちゃんとしたお肉入ってるから、なんか豪華な感じするな。3分経ちました。開けます。おー、おいしそうやな。あ、台湾の香辛料の匂いする。この牛肉を入れます。結構大きめのお肉やな。うわ、めっちゃいい匂いや。完成。激美味しそうじゃない。いただきます。お肉からいっていい？もう無視できへんわ。スープに染み込ませて。やらかっ。うんうん、美味しい。ちょいピリ辛。めっちゃ美味しい。味濃いめやわ、台湾のラーメンの中でも。お店で食べた牛肉麺が再現されてる感じ？そうやな、そんな感じ。でもこれはお店で食べたやつより、まあ味が違うから当然やねんけど、ちょっと辛い。めっちゃ美味しい。この麺の方が好き。時折興奮したら声がでかくなるからびっくりするわ。ごめんごめん。待って、激うまやねんけど。こっちのラーメンの方が好きかもしれへん、もはや。すぐ抜いたやん。ちょっとそっちのラーメンすぐ抜かれたやん。ほんでこっちのラーメンの方が好き。こっちの袋麺あったっけ？あったよ、それ。マジ？あったよ。え、教えてよ。ただこれな、うん、ネットで買えねえ多分。マジ？さすがやな。うんうん、チーズとか入れたら美味しそうだけど。とろけるチーズ入れたかってんけど、なかったんやんか、うち。こんなチーズかけていい？美味しそうじゃない？普通に。まあ、うん、この辺だけかけるわ。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいで。なあ。教えてあげよう、これ。おい、教えてあげよう。だって YouTube って世界で見れんねやろ。ほんまや。めっちゃかけるやん。いや、多めに入れた方が美味しいわ。お肉入ってるカップ麺に。やばない？やった。お土産紹介動画やと思ったやろ。そう言われてきましたけど。ちゃうで、今日の門脇かな子の晩ご飯動画や。台湾のカップ麺ひたすら食べるっていう動画に変わってない。
でした。なんか日本のラーメンよりいっぱい食べても重くないというか、スープが基本的にあっさりしてるからめっちゃ美味しかったということで、台湾のお土産、食べ物をたくさんご紹介しました。ぜひ皆さんもね、台湾に行った際には買ってみてください。ということで、ラーメン美味しそうやなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、再见。